コンスチャンティーン・バスイーリオストロージクイ、コンスタンティ・バシーリオストログスキは、ポーランド・リトアニア共和国の貴族、ルーシ系の公及び大臣、オストロージクイ家当主。文献によってはロシア語風に、コンスタンティン・オストロジスキーとも表記される。リトアニア大エトマンを務めたコンスタンティ・オストログスキ、公の次男として、オストロフで生まれた。ボロディームイルの大官、ボルイーニ地方の総督、キエフ県知事を務めた。1553年にタルヌフで、ヤン・タルノフスキの娘ゾフィアと結婚した。彼は1570年代に、タルヌフにおける領地の所有権をめぐって、妻の親族と死闘を行ったという。コンスタンティ・バシーリの私兵は、タタール人傭兵によって構成されていた。晩年には、ロシア・ポーランド戦争において、自らを頼ってきたニセドミトリー一世を支援する計画への参加を拒否している。また、大法官、ヤン・ザモイスキーの政策の支援者でもあった。オストログスキは、対抗宗教改革を掲げるイエズス会や、プロテスタント布教活動を展開する、ポーランド兄弟団のルテニアへの進出に対し、強い警戒心を抱いていた。このため1580年以後、ルテニアの政教信仰を保護するべく、本拠、オストルフをはじめ領地の諸地域に、人文主義のカリキュラムを採用した、正教徒の指定のための学校を数多く創設した。この学校の創設には、アンドレイ・クルプスキー公や、キリロス・ルカリスなど、当時の正教会世界の重要な思想家、聖職者たちが関わり、ルテニア語や自由な中の教育などに力が注がれた。またコンスタンティ・バシーリは、印刷業者、イヴァン・ヒョードロフを招き、オストロークに印刷所を設け、様々な言語の図書を刊行させた。オストログスキの財産の多くは、長男のヤヌシ・オストログスキが相続した。橋本真也、人文主義の需要と、その下等、南川隆編著、知と学びのヨーロッパ史、ミネルバ書房2007年 ISBN 978-4-6230484772。ありがとうございます。